はい、今回レクサス新型 NX に関する最新情報がまだ前回入ってきたんで、ね、ガイソンのデザインとスペックで装備関連と価格達成について紹介します。レクサスは2025年4年後までに全車種に電動車 HV、PHV、EV を設定し、電動車の販売比率がガソリン車の比率を上回るよう生産すると発表。 UX、DNX、RX、LX で全体的にガソリン車の方が人気なんですよね。 UX 以外はガソリン車の方が人気で、去年一番売れたのが RX みたいですね。 NX に関しても月間販売台数にしてもう500台も売れてないですからね、最近。まあフルモデルチェンジ間近なんで仕方ないですけどね。で、2021年4月5日に新型 NX は日本の特許庁で商標登録済みに、で、社名の方が判明して NX300H と NX450H プラス。 NX300H に関しては現行車と一緒ですよね。 NX300H はハイブリッド車で、 NX450H プラスはプラグインハイブリッドですね。プラグインハイブリッドがもう発売することが決定して、で、なぜかリア側だけティザー画像が公開されて、エンブレムが L マークがレクサスに変更。そっちの方がかっこいいですよね、 L よりレクサスの方が。で、今週の土曜日6月12日の午後12時から世界初公開、オンライン公開して、で、現行車に関しても簡単に触れて、2014年に発売したんでもう何年も経過してるんですね。新しいってイメージがあったんですけどね。2014年7月29日に現行車 NX が登場。で、パワーユニットが2つ。ガソリンターボの方が、前チェーン前は NX200T だったんですよね。まあ、こちらの方がイメージはつきやすくて、直四2ターターボなんで、NX300 という聞いたらもう300、3D タ NA ガソリンかなと思ってしまいますもんね。で、NX300H がハイビット車で、直四 2.5L プラスモーターですね。で、現行車のボディサイズが全長 4m64、車幅が 1m84.5 で、全高は 1m64.5。ハリアより小さいですね。案外全長と全高が短くて、ホイールベースが 2m66。で、間に1回だけ2017年9月にビッグマイナーチェンジがあって、内外装の一部刷新、で、装備面の刷新。で、センターディスプレイオーディオが、センターディスプレイですね、横長に変更されて、直近の変更点は去年の7月に特別照射が追加して、で、ここからが新型車の情報で、新型 NX はレクサスの車作りの新しい考え方である NNGA、レクサスニューグローバルアーティテクチャを採用し、プラットフォームは新型ハリアと同じ GAK プラットフォームを採用。で、新型のデザイン、まあ、リーク画像を貼って、基本的にはそんなに変わってないですよね。独自マスクのスピンドルグリルはボディに一体化し、全体的な外観をより洗練されたボディシェルを採用。そこまで大きなデザインの変更点、形状の変更点はなくて。で、LED ヘッドライトは薄型になり、先代はデイタイムランニングライトとヘッドライトは別体だったのが、新型では統合し、4眼式 LED ヘッドライトを採用。リアは横1文字のセンターテールランプと、両サイドには L 字型の独立タイプのテールランプを採用。これはもうティザー画像の方ではっきり分かりますよね。で、インテリアの方も判明していて、先進的で室内の居住空間の拡大を図り、より洗練された上質な内装へ。まあ、現行車もかっこいいんですけど、新型に関してもさらにかっこよくなって、で、装備面も一部判明していて、約14インチの大型タッチスクリーン、快適温熱シート、シートベンチレーション、デジタルインナーミラー、電動パーキング、オートブレーキホールド、パワーシート、キック式パワーバックドア、電動チュート、テスコですね。センターシフトがストレート式から
簡易的な電子式へ。でボディスペック上が新型で下が現行車で、新型の全長が 4m66、 車幅が 1m86.5 で全高は 1m63.5、 現行車に加えた 2cm 全長が延長して、で車幅も 2cm 広くなって、全高 1cm 明け下がるといった感じで、ホイールベースが 2m71、 まあここに予測を含むんで、まあ今週の土曜日に分かることなんですけどね。でパワーユニットがいくつかあって、2リッターのダイナミックホースエンジン、ガソリンエンジンが171馬力 21.1kg で、これにわかに信じがたいんですけどね、 2.4 リッターのガソリンターボンを追加してっていう情報が入ってきて、300馬力の 45.0kg、 こんな日本で発売するんですかね。2リッターのガソリンターボでもすごい力強いんですけどね。でハイビットに関してはエンジンが178馬力 221Nm 22.5kg で、モーターがフロントが120馬力 202Nm 20.6kg で、リアが54馬力 121Nm 12.3kg で、プラグインハイビットはなんか遅れて発売するみたいなことを聞いてますけどね。直径 2.5 リッターのダイナミックホースエンジンプラスツインモーター、基本的には現行型ラブ4の PHEV と同ユニットを移植する形へ、 PHEV の充電後の航続可能距離は100キロ以上に延長される見通し。すごいですね。で駆動方式は2駆と4駆で、ハイビットに E4 も設定があって、変速機はハイビットが電気式無段変速機で、ガソリンターボが6速 AT、 乗車定員は、まあ、全長的に 2S シートの5名乗車ですね。 4m60 台で3列シートはちょっと厳しいんで、まあその後言ったら別にシエンタとかフリードみたいなコンパクトミニバンでは3列シート作ってますけどね。まあ、SUV だとなかなか難しいと思うんで、あでも 4m60 だったら CRV とか XTL とか作れてますもんね。で安心安全予防パッケージに第2世代のレクサスセーフティシステムプラスを全車に標準装備、衝突回避新型のプリクラッシュセーフティ、ステアリング制御機能付きのレーンディパーチャーアラートで、上級のアダプティブハイビームシステム、全車速のクルコン、レーントレーシングアシスト、ロードサインアシスト、先行車申告機能、ブラインドスポットモニター、インテリジェントクリアンスソナー、ディアクラストラフィックアラート、AR ヘッドアップディスプレイを新追加。もう現行車でも十分な安全装備なんで。で、価格の方が519万から612万7千円。現行車 350H の価格で、で新型に関してはハイビットの方ですね、531万から629万ぐらいなんじゃないかという情報です。今週ではまだ価格の方までわからないでしょうね。で今週の土曜日12時に世界初公開、今後長屋として7月か8月号にオーダーストップがかかり、8月下旬あたりに新型 NX の先行予約の受付が開始する見込みで、発売時期が10月後にフルモデルチェンジという情報なんですけどね、もしかしたら若干早なる可能性も高まってきて、6月12日に発表なんで、もしかしたらもう8月か9月ぐらいにはもうフルモデルチェンジするかもしれないですね。また新しい情報が入り次第随時動画の方ですね、アップして公開していこうかなって考えています。はい、ということで今回新型 NX350H で 450H プラスに関する情報として、内外装のデザインとスペックで、装備関連と価格と発売時期について紹介しました。